全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。セカンドステージ第16節、シエロ対サンフレッチェ、星空は雲に隠されています。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦始まったところ、サンフレッチェチャンスになります。ノジュンユン一人で持ち込みます。ショートパス、ファンルーン行った、ゴールポストに当たった、インゴール。前半12分、シエロ早くも1点を追う展開を強いられました。カシェク、これはかわされた。彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。ドリブル、ストイコビッチ、高木ヘディングシュート、惜しい、外れた。前川なんとか守りきりました。前半14分、シエロ早くも1点を追う展開を強いられました。森保、体で止めに行った。ジョルジー一気に攻め上がります。フェイント、ニチキスライディングタックル、ジョルジーニョどんどん切り込んでいきます。穂坂、このシュートはキーパーの真正面。前川、堅実なプレーを見せます。前半16分、シエロ早くも1点を追う展開を強いられました。カシェク、これはかわされた。ロングパス、ジョルジーニョ、ショートパス、ウンガ、フェイントをかけます。ウンガ、穂坂、上げた、ねじり、シュート、ゴールネットに突き刺さった。シエロとうとう同点に追いついています。蹴る前にゴールを見つめます。守りの形を整えます。ファンルーン行った、小田パンチングで弾いた。体が反応しています。前半38分、シエロ現在のところ同点で試合は進行しています。縦パス、エジリ止められない、倒された。レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。小島、退場です。すごすごとグラウンドから出ていきます。両者決め手がないまま終わりました。両クラブそれぞれの形を作っています。両クラブそれぞれの持ち味を出したいい試合をしていると思いますよ。後半戦も前半同様面白い試合を見せてほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。一体どういった展開になるのでしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半もすでに25分を経過しました。シエロ同点のまま試合は流れていきます。ノジュンユ体で止めに行った。ウンゲ蹴った、ゴールポストに当たった。これが決まった。
ここで試合終了です。2対1シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第17節、ヴェルディ対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。まもなく前半25分を経過しようというところ。ヴェルディ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。石川、ここからどう展開するのか。どんどん切り込んでいきます。ラモス、北沢、ゴールネットを揺らしました。完璧な攻めでした。高木、さあペナルティーキックです。蹴った、そこに選手が詰める、クリア。津波、いい判断でした。両クラブ最後の決め手を書きました。この1点のビハインドをどう見られますか。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、ヴェルディ、この辺りで追加点が欲しいところです。立てます。ラモス、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ビスマルク、うまくつないだ。
精神的なプレッシャーにも負けていませんね。思い切ってシュート、これは失敗。後半13分、ヴェルディ依然として1対0と1点のリード。リバム先ほどから試合に入っています。ロングパス、北沢、アルシンド、ここでフェイント、北沢いった、小田パンチングで弾いた。後半26分、シエロ1点のリードを許しています。レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。武田無念の退場。後半28分、シエロ1点を追うゲーム展開です。ストイコビッチボールを運びます。北沢このボールを奪いました。三浦フリーキックです。直接狙った、パンチングで弾いた、クリア。林、周りの状況がよく見えています。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1対0、ヴェルディこの試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第18節、フリューゲルス対シエロ。上空は星が夜空に輝いています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。
前半37分、フリューゲルス両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。大田ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントをかけます。パス。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。大竹ゲームを組み立てます。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。右に叩きます。エヴァイール一人で持ち込みます。小田直接キャッチしました。前半38分、フリューゲルス両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。高田ここからどう展開するのか。高田大竹このボールを受けました。チーニョゆっくりとボールを回しています。大竹素晴らしいコンビネーション。大竹高田蹴った。山口そのままシュート。ゴール両クラブ最後の決め手を欠きました。今日はディフェンスの状態があまり良くないみたいですね。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半14分、フリューゲルスこの辺りで追加点が欲しいところです。大竹うまくつないだ。右に叩き前園ドリブル。サンパイオうまくつないだ。前園山口これは前園小田パンチングでこのボールをクリア。体が反応しています。後半の立ち上がり15分を過ぎました。シエロ1点を追うゲーム展開です。止められない。ショートパス左に叩きます。エジリ引きをつくことができない。ジーニョ止めた。後半26分シエロ選手が上がっていきます。かろうじてパスが通ったという感じですね。縦パス穂坂抜きました。ショートパスグンガ止まらない。まだ止まらない。直接シュート。あーと外してしまった。悔しがっています。エヴァイール。さあペナルティーキックです。西田ここに選手が詰める。吉田ゴール。後半37分、シエロフィールドいっぱいに広がります。高木フェイント。ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントパス。ストイコビッチゆっくりとドリブルで上がっていきます。ここでフェイントパス。
メンバー的にやや不足しているところはありますね。そこをどうやって埋めていくかが大事ですね。ここでフェイント、山口このボールを奪いました。ここで試合終了です。2-0フリューゲルス、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第19節、シエロ対マリノス。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、マリノス。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。鈴木、ボールを運びます。高木、このボールを奪いました。高木、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。三浦、江尻、中に入れた。山田、ここでボールを外に出しました。陣野、この位置ではちょっと角度が厳しいか。さあ、ここは守らなくてはいけません。蹴りました。どうだ。鈴木、外れてしまいました。残念。このシュートはゴールマウスを取れました。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。
ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半開始早々シエロ、フィールドいっぱいに広がります。かろうじてパスが通ったという感じですね。エジリドリブル、カウンターで一気に攻め上がる。高木、これはかわされた。エジリ、このボールを奪いました。ビスコンティ、ここからどう展開するのか。ボールを山田、このボールを受けました。ゴール前激しいプレー、野田パンチングでこのボールをクリア。これは完全に読んでいました。陣野、この位置ではちょっと角度が厳しいか。直接狙った、キーパー空中でキャッチ。小田、非常にいい動きをしています。後半36分、シエロ、ここからどう展開するのか。保坂、素晴らしいコンビネーション。保坂、このパスが通った。パス、ルンガ、素晴らしいコンビネーション。ロングパス、リバム、プレッシャーに負けてしまった。鈴木、ゴール前激しいプレー。小倉、あーっと外してしまった。大村、周りの状況がよく見えています。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さあこの延長戦で試合にピリオドを打つことができるのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。いよいよ延長戦に突入です。今延長前半開始の笛が鳴りました。シエロ、チャンスになります。左に叩きます。ロン、かろうじてパスが通ったという感じですね。陣野、強烈なタックルです。三浦、面白い位置からのフリーキックです。ほとんどがディフェンスに回っています。蹴りました、ジャンピングボレー、エクセレントビューティフルゴール、 V ゴール、ゲームに終止符を打ちました。ついに決着がつきました。1対0、シエロ、延長戦を V ゴールで制しています。試合を振り返っていかがでしょうか。これだけあっさり延長前半で決着がつくとは予想外の展開ですね。もう少しもつれるかと思いましたが、積極的に攻めたことが良かったですね。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第20節、シエロ対ジュビロ、夜の闇に雨が映えます。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。保坂、ここからどう展開するのか。中山、強烈なタックルです。三浦、面白い力のフリーキックです。ゴール前に壁を作ります。蹴った、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。もったいないことをしました。前半38分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。鈴木、抜く、江尻、一気に攻め上がります。かなりメンバー的には弱いですよね。苦しい戦いが強いられると思いますよ。保坂、直接キャッチしました。レイド、体が反応しています。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半25分、ジュビロ、サイドに広がります。ロングパス、ロングパス、工藤、どんどん切り込んでいきます。倒された、イエローカード。後半38分、ジュビロ、このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。本田、先ほどから試合に入っています。右サイド、中山、ゴール前激しいプレー、鈴木、ゴール。小田、プレーに焦りが感じられます。試合終了の笛が鳴りました。0対1、ジュビロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第21節、レイソル対シエロ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。さあ試合開始です。前半12分、レイソル。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、菅野ドリブル、柱谷うまくつないだ。菅野気をつくことができない。下平、思い切ってシュート。このシュートはキーパーの真正面。前半26分、レイソル。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、加藤ドリブルで攻め上がります。左に叩きます。右サイド、菅野いった。ゴールポストに当たった。これが決まった。前半28分、シエロ。早くも1点を追う展開を強いられました。エジリ、このパスが通った。菅野、反則加工のプレーだ。イエローカード。前半28分、シエロ。早くも1点を追う展開を強いられました。ストイコビッチシュート。加藤ナイスセーブ。前半37分、レイソル。この辺りで追加点が欲しいところです。縦パス、加藤フェイントをかけます。ルンガカットしました。両クラブ最後の決め手を書きました。できれば前半で追いついておきたかったですね。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半の立ち上がり、レイソル。この辺りで追加点が欲しいところです。バウディール一人で持ち込みます。本田倒された。ロングパス、下平どうだ。ゴール。これはラッキーなゴールでした。後半12分、レイソル。フィールドいっぱいに広がります。小倉、先ほどから試合に入っています。小倉、これはかわされた。ロングパス、加藤ドリブル。ロングパス、菅野ゴール前激しいプレー。下平、これが決まった。
信じられないといった表情です。後半26分、シエロ、ここからどう展開するのか。ドリブル、江尻、小倉、これは誰もいません。なんとか守りきりました。三浦、面白い位置からのフリーキックです。守りの形を整えます。思い切り打ちました。ジャンピングボレー、小坂、惜しい、外れた。加藤、かろうじてこのピンチを乗り切りました。後半37分、シエロ、ここは1点でも返しておきたい。小坂、ドリブル、彼か、倒された。左に、彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。ストイコビッチ、どうだ、奥田、クリア、バウディール、よく反応しました。後半37分、レイソル、もう負けることは考えられません。渡辺、フェイントをかけます。このパスが通った。柱谷、ドリブルで攻め上がります。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。彼か、誰にパスを出すのか。パンチング、ゴール、下平、ゴールに蹴り入れました。試合終了の笛が鳴りました。4対0、レイソル、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。それにしても全く守れない試合でしたね。今日のディフェンス陣にはたくさんの課題が残りましたよ。守備強化を早急に練る必要がありますね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第22節、シエロ対ジェフ。
このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半12分、ジェフ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。秋葉、積極的に前に出ていきます。さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。パス、小倉、抜く、秋葉、一気に攻め上がります。いった、ゴールポストに当たった、ゴール、ゲー。前半36分、シエロ、1点のリードを許しています。かろうじてパスが通ったという感じですね。エジリ、タッチライン沿い、宮澤、倒された。ちょっと彼はまだ戦術に勝った。リバム、ゴール前激しいプレイ、三浦、これが決まった。岸本、どうもしっくり来ないようです。シエロ、とうとう同点に追いついています。両クラブお互いに点を取り合いましたが、現在のところ同点です。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。そうですね、見ていて緊迫感があっていい試合ですね。攻撃陣はどちらも調子はいいようですから、この後半戦が楽しみですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。一体どういった展開になるのでしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、シエロ、さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。宮澤、これは止めます。ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。リバム、ここからどう展開するのか。ボールをストイコビッチ、このボールを受けました。ボールを運びます。プレッシャーに負けてしまった。後藤、スライディングタックル、高木、シュート、ゴール。試合終了の笛が鳴りました。2対1、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り、非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。